ではもういきなりですけれども本番こう一発勝負でいきましょう。はいはい、ちょっと待ってよ、練習したい。いいですか、もうガチでガチで一発勝負でね、いきましょう。はいはい、それではお願いします。いきます。あ、ノッチはゲームがしたい。似てましたか。確認しましょう。ちょっとどうですかね、スピーカーから出します。今、はい、絵に合わせてやると思ってる。ノッチはゲームがしたい。あ、いいんじゃないですか。ちょっと前倒しにしてもらっていい？あ、そうです。あ、さすが慣れていらっしゃる。編集できることがゲームもう分かってらっしゃる。したそう。したそうですね。ノッチはゲームがしたい。お、したそう。したそう。してるんですけどね。確かに。次はですね、ガンランスの、はい、ガンランスのフルバレットファイヤーというこの。かっこいい。はい、ですね、これは3ブレイクで追加された鉄柱試技になりますので、一度これも、はい、お手本、はい、まずご覧ください。どうぞ。かっこいい。ありがとうございます。はい、ということで今みたいにですね、今度はセリフだけじゃなくて最初に僕ら気合い声って言ってるんですけど、こう気合い声、動きにハンターになりきった状況、うん、状態でもう気持ちが出ちゃう、うわなんかへっていうのをこう、はい、頂戴したいと、はい、はい、もうそういったところですね。これももういきなりぶっつけ本番でもう自由にやってください。はい、もうノッチはゲームがしたいはもうこれ封印ですね。もう一ネタ使ったんで、ではもういきなりいきましょう。お願いします。はい、よいしょ、よいしょ、うん、しょ、ガンファイヤー。確認してみましょう。が入りました。ガンファイヤー。どうですか、すじまずプロデューサー。これはこれで、これはこれでいいんちゃう。面白いな。がめっちゃいいですね。でも技を忘れてるから。これも言いたかったんだな。ガンファイヤーって言いたかったんだなって。ガンファイヤーでもないんですけどね。フルバレットファイヤーなんですけど。そうだった。でも面白い。そうだった。そうそう、もう解明します。あの寄せに行きます、名前の方。ガンファイヤーでも。ガンファイヤー、はい。次は、アイルーかな。はい。はい、今度はですね、アイルーはこれちょっと。見た目なんか似てません？ちょっとなんとなく。あ、ミヤちゃんだ。ミヤちゃんっぽい。これも開発者がもうのちさん好きすぎて、もう勝手に寄せてくれた。すごい。はい。かわいい。いるのでミヤちゃんですね。飼い猫です。はい。ミヤちゃん。ミヤちゃんがいますので、ミヤちゃんになった気持ちで、はい。これも本当に自由にニャーニャーニャーと、もうニャーでもなくてもいいと思うので、入れていただきたいので、まあ、一旦ちょっとこれちょっと尺が長いんで。まずはご確認いただければなと思います。はい。はい、長いですよ、これは。はい。ここまでです。はい。長い。なかなか考えないといけない。そうですね。はい。うわ、はい、それでは本番いきます。お願いします。
めちゃめちゃヘイって言ってるヘイがどうですか、いいですかこれ。私的にはやっぱりこれでしょ。これですかね。そうですね、これもじゃあいただいちゃいました。はい、はい、ありがとうございます。これもじゃあ実装させていただく。はい、モンスターハンターといえばお肉を焼く、うん、はい、あのこんがり肉を焼く時のあの焼うまくこんがり肉ができたら上手に焼けましたというふうに言いますよね、はい、あれ ご存知ですかね、はい、あれの声上手に焼けましたあれを、はい、すごい、ウォッチさんバージョンで撮らせていただきたいなと思います。これもまあ一応ちょっと念のためですね、はい、聞いていただけたらなと。ちょっと手前に、上手に焼けましたという、はい、これタイミングが非常に大事ですので、はい、うわですね。であとはこれ野内さんやっぱり声の説得力がすごくあるんですけど、はい、これ抜いてわざとちょっとこう緩くやる方がモンスターハンターっぽくなると。はい、なるほど。これもともとは本物のボイスじゃなくて仮ボイスで入れていたものが、当時のディレクターがこれいいじゃんってなって、はい、そのまんま本当に本番になったっていうそういう経緯があったので。そうなんだ、はい、しかも社員の方がやってるんですよ。へえ、はい、そういったこともあるので。なあ、そうだったんだ。ちょっと入れすぎるっていうよりはもうなんかオフの日の休みの日の非常でよっしゃーぐらいな感じの、はい、やつをいただければなと、はい、はい、思います。ではこちらもやっていきましょう。お願いします、はい、上手に焼けました。ちょっと入ってました。ちょっと広島感が出てましたよねなんか。イントネーションみたいな。そうですね上手に確認しましょうか。上手に焼けました、はい、上手に焼けましたこれはこれ どうですかね、辻元これ、まあ、このバージョンもありで笑っときましょうか。上手、ちょっと標準語ももう一つぐらい、じゃあ標準語東京バージョン、はい、押さえで、はい、あ、今残しておく、はい、ではもう一度本番いきましょう、はい、お願いします。上手に焼けました。あれ、お、これいいんじゃないですか。これなかなか鉛はないですか。鉛、あの普通に綺麗に取れてましたよ今。上手に焼けました。お、普通っぽい。普通でした1回目の方がいいね。1回目、あ、やっぱ味がね、1回目やつこう。1回目の方で上手に焼けました。あ、こっちですねはい、こっちですね、はい、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。はい、お願いします。あ、すっごい似合うんですけど牧場感すげえ牧場感ある。すごい似合うんですけど。効果音制作の方移りさせていただきます。はい、はい、フォーリーというですね、もともとは映画の効果音を作る技法を、うんうん、ゲームでも昨今は取り入れてまして、うん、いろんな映像に合わせてアナログでこう音をこうマイクの前でこう出して、それをゲームに入れるっていう、そういうことをカプコンでやってます、はいはい、今日はその一部をちょっとやっていただけたらなと思います、はいはい、ではですね、ちょっと映像を見ていただいて、今度オロミドロですね、モンスターハンターライズで登場した新しいモンスターオロミドロの尻尾が動く音、これは実はこのセロリをバシバシと折って作っているので、本当に本当にガチで、はい、作ってます。すごい、はい、セロリなんだ。そうなんです。いろいろまあ加工とかしてるんですけれども、まあ、作っていますので、そちらをですね、本日はのっちさんにこう演技していただくというふうになります。はい。一旦ですね、ちょっとタイミングわからないと思うので、はい、映像を見ていただいて、ここで折ってくださいっていうのをちょっとお伝えしますので、はい。はい、ではまず映像の方をご覧ください。ここです。ここでバキ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 、あ、このバキバキバキ、これか。ここです。今のアップになってバキバキバキなので、これはコツとしてですね、一回折って、はい、
で折ったやつをさらにメキ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 と映像を見ながらメキ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 、はい、自分がオロミドルの尻尾になりきる、そういう気持ちで、はいはい、もう気持ち入れていただいても、え、今聞いたのがセロリの音、加工した音なんですか。そうです。そうなんだ。近さもこれは自分ご自身でこう調節していただいて実際にやるので、迫力出したければちょっと寄せて、で、あ、ちょっと近すぎたかなと思ったら離してっていうようなことしていただくと、はい、はい、これもじゃあガチで本当に一発勝負でいきましょうか。はい、はい、それではお願いします。全然ならない。うまっ全然ならないですけど。いや、めっちゃもうこっちの方がいいです、ね、こっちか。いや、もう でもうまかったですよ。やってました。ちょっと聞いてみたね。思ったより綺麗にポキって言ったんですけど。1回目がポキッと結構いきましたね。ちょっとまあ押して押しとやかな。ボキっていうのが大きい。セロリが折れた音がしました。そうですね。もう一回ぐらい言ってみましょうか。はい。セロリ切りましょうか。はい。もうバキバキで、もう折れてる状態でこうねじったりとかしていただくとこうより出るのかなっていう。メキ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 みたいな感じですね。さっきよりね、さっきよりこれはいいですよ。ちょっと確認しましょうか。確認します。めっちゃうまあ、できた。めちゃめちゃうまいです。これやばいです。めっちゃ やってましたそれやってオロミドロのやってました。オロミドロやってました。やってました、ね、やってました。最高です。ここ使い良かったですね。このあ、そうですね、このメキメキですね。ちゃんとこのパーツを利用していただいて、はい、これは辻元プロデューサー的にも全然大丈夫。いいっすよね、うん、ありがとうございます。いや、これじゃあ OK でいただいちゃいました。ありがとうございます。はい、冒頭にですね撮ったのちさんの声も実際にガチで実装させていただいたので、すごい、はい、これせっかくでしたらですねちょっと準備した上でですねのちさんにもあの実際にこう触っていただいて出していただいたらなと思うんですけど、まず、はい、今はじゃあれかな、猫じゃらしからいけるかな。うわ、あ、これ恥ずかしい。これもうじゃあちょっと、ヘイして。もう一回聞いてみましょうか。もう一回。ここは猫なんですよ。なんか全然聞ける。遅れてヘイがやってくるっていう最高っすね。素晴らしい。このなんか環境音と一緒に聞くと全然聞けちゃいますね。 ありがとうございます。実際そうですね、ゲームの中でたくさん音が鳴ってて本当に数百音鳴ってるんですけど、その中で制御して、はい、まあ、30音ぐらいにまとめて鳴らしてる中の、まあ、今のちさんの声は一つなってると、まあ、そういう色をこう相乗効果でなってる、ね、すごい、はい、という感じで辻本さん どうですか。あ、どうです。う、ね、一番最後の兵が全部持っていきますけど遅れてやってくる兵が面白いですね、はい、じゃあフルバレットファイヤー早速。うわ、フルバレットファイヤー、はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、はい、頑張やおいしょ。あ、すごい編集してくれてる。そのめちゃめちゃ
さっきもう、もうみんなで手クロスしてあの こんなんなってもう 3,4 人でやってましたもう一回ちょっとはい、あれですかね、すごい、もう一度あ、すごい、いいっすね、前後が変わってる、そうそうそう、前後変わってる、ガチガチに編集し、本当は もっと調整入るんですけど、はい、なんかちょっと おっちょこちょいキャラみたいな感じのね、可愛らしい感じの、面白い感じですね、もう一回、もう一回、かっこいい、かっこいい、めちゃめちゃ変身してくれてるの、もうありがたい、いやー最高です、ね、さっきと違う、うん、という感じです、どうでしょう、かっこいい、嬉しいんですけど、創建の螺旋山ですね、まあ、同じく鉄柱主義のやつ、こちらも実装させていただきました、はい、ガンランスも使ってみよう、ロッチはゲームじゃない、かっこいいかっこいい嬉しいタイトルコール、ね、タイトルコール、これね、動画の、ね、これ最初に全部これもらえないかなこの映像ね、嬉しい、もう一回ぐらい行きましょうか、これロッチはゲームじゃないかっこいいゲームしてますけどね今はしてるんですけど、してるけど、いや素晴らしい、めちゃくちゃ嬉しい、はい、という感じです、はい、これ Y 押すんでしたっけ、 A ボタン、 Y ボタン、 Y ボタン、あれ、 あ違う A だった A だった A だった、あれボタン間違えました、上手に焼けました、上手に焼けました、うまかったです、いいっすね、旦那さんですにゃ嬉しいです、もう一回いいです、もう一回ぜひ、すごい、にゃちゃんと一緒に、心配しされてる匂いに釣られてね、あーかわいいちょっと見てくれてるんだ、ちょっと早かったの、上手に焼けました、かわいい、嬉しい、ノッチはゲームがしたい、ういしょ、うこいしょ、うんしょ、ガンファイヤー、上手に焼けました、
似てるわ似てますね、確かにね、高校生の時の私って感じ高校生の時です。レシピは、はい、ご準備はございます。本当ですか？どうやってスープ入れたら作れますよみたいな、レシピをお渡しできます。はい、ところです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ノッチはゲームがしたい。